だとかって上に上がってるの。最初に来た時にもう上に上がってる。でこの手はこっちに出してる。気にしてないからね。これ詰めちゃうとほら上行かないの。こっち出してる。で上行っちゃった。結構。で転換して抜いてた。結構。で普通。あんま気にし、彼の強いからってこうなって気にしちゃうとね、よりどころ作らないのが練習だから、よりどころ彼のいるところしないっていうのが練習なの。だから自分のいるところにしてないの。彼のいるところしてないで、でこうね、いるか、そういうふうにやった方がいいね。上にそれから下同じ下、こここう向こう出したんだ。ここもらったので、彼はここ取りたいから追っかけてくるんだけど、普通は追っかけてきたり、相手にもよるんだけど、こういう訓練してる人は追っかけてくるのは、そういうのは何ていうの、人の手を追っかけてくるのが仕事だと思ってるから追っかけてきてるの。だからこうやって離れてても、こうやってやれば追っかけてくるの。そういう仕事で、鈍感な人はダメ。鈍感な人は何やってんのってやっちゃうからね。こういう人は追っかけてきて、追っかけて、ね、僕の手追っかけるという状況だから、そういう話で、上と下やりましょう。こっちさ下で、姿勢はなるべく普通ね、普通の姿勢、それでもらってるの、こう彼もらってるので、下を落とす。そういう感じで。じゃあ、やりました。普通の人ってさ、曲げる力強いの。こういう。ギャッと。で、普通取りに来たら、僕は取りに行くけどね、取りに行ったら、曲げて、なんかやったら、曲げて、この手を曲げて、伸ばしてなんかやるってことないの。弾いて。向こうやって、だから向こう、外行っちゃうからね。自分の中に入れてきて、やっつけたいの。だから、こう触ったら、近づいてバンってやりたいの。それはってことは、この手をこういった時にこう曲げてきちゃったら思うつもりなんだ。だからこう来てこうやりたいの。だから縮めたいの。だからこう来た時に彼がいなくなって出ちゃったらね、こっちから入んないの。これ力出ちゃった瞬間って、だからこれだったら来るよ。でもこう来て、こう出されちゃったら、おっと状態だから、力が入らないの。で、引っ張り込めないの。引っ張り込んでやるのが仕事なの。仕事ってか、一番有利なのね。だから、やるときも、展開やったりなんかするときも、この手を縮められないように、こういうふうにほら、伸ばしていく、これ。それがコツ。あんまり縮めないように、こっち。縮めると、ボガってやられちゃうんだよね。だけど、来た時に、少しも縮めないで、こっちへ来ちゃうから、ほら。伸ばされちゃうから。伸ばすと、おっと状態だよ。ほら、おっと状態ね。そういう風にやった方がいい。で、上とか下とかやったんですよね。今度は、じゃあ、いつもやってんだけど、足を自由に。足とか体自由に使うっていう、そういう話。こうやって、こうね、足を回して。伸ばしてきて、こうやってね、こっちの手も使えるから、こう、両方こうやって。で、いろんな技が、こうね、伸ばしてるの。で、自分は入ってんだけど、自分はこっちからこう入ってんだけど、手は伸びてる、こっち。手も一緒に、こう行っちゃったらこう引っ張り込まれてやられちゃうから、だからこう出してんの。こういう、そしてこうね、こうこうと自分が入れて、でこうでこう、まあそれ一番ガッツだから、こうね、こう出して、こうこう、これ手を出すっていうんでしょうね。すごい、それが仕事。手は縮めない、相手を出して自分が中に入る、そういう話。出して、そして上から下に
上から下ね。じゃあほら入ったらほら自分の中に入ったんだけど、この手は筋抜いてない、あくまでも向こうへ出してる。そうするとここに来るから、上から下。じゃあこの指の形でちょっとやってみましょう。今こう出した方が楽だよって言ったのね。これ出してこうこうね、注意しだけどさ、近づいていくより、近づいていったら引っ張り込まれてやられちゃうから、だからこの手は出した方がいいよ、その間にやっちゃうって。そういう話でも目的はボカってやることだからね。ボカってやるの忘れちゃダメ。最終目的は手を伸ばすことじゃなくてボカってやることだからね。だからボカってやれるときはいつでもやるの、本当は。伸ばした方がいいに決まってんの。でもボカってやるのは目的なの。でもこれじゃ形にならないから、伸ばしといてボカって、これ忘れちゃダメ。いつもだからできるときやってんの、こうやって、ほらボカって。でも伸ばすの忘れちゃったらいけないから、伸ばす、これ伸ばさないでこうやって近づいちゃったら、これ引っ張り込まれてやられちゃうの。ボカってやったんだけどやられちゃうの、やろうと思ったときにやられちゃうの。だから伸ばせって言ったんだけどさ、最終目的はボカってやることだから、ボカッとできるっていう、そういう自由、そういうの求めてるね。ボカって入ってんの、だからやってんの。この橋、この足自由にね、こうこうやってこう伸びた、これちょっと伸ばしたの、これ伸ばしたらこっちへ、そしてこう出たあったで、足自由だな。足自由って自分が自由なの、こう自由なの、自由ボカは何でも伸ばしてるの、こっちこう詰めていっちゃったら逆に来ちゃうんだよね。だから伸ばしてるこっち、それでこういうふうにやった。まあそういう話だから、全部同じですけどね、全部同じだけど、今度足こう伸ばして足汁でこう足で、今度フォーカスするのは意識は足に置いてボカッとボカってね、それでこれ伸びてる、それで伸びた方にこういう回ってきた、それでこう、ね、やった、そういう感じで、足自由な方を重きを置いてるんだけど、ボカってやること忘れないように、ボカってできるときはいつでもできるっていう、そういう意識で手を投げてほしいの。ここはね、バンって足でもいいんじゃないか、何しろでも縮めたらやられちゃうから、だからこう伸ばしながらボカってそういう意識、そういう意識ね。だから最終目的はボカってやることだから、まあそういう話。じゃあ私は人間の特性としては遠くへ離さないの、これ遠く離すとすごい力に必要なの、これ遠く離して自分の近く、この自分の体幹の近くに持ってきてた方が楽なの、力いらないの、これ上げ、じゃあ力上がんないように、離れてたら上がんないんだよね。でも近づきすぎてら上がるの、こうやってそれと、だから遠くでこうやって上がらないの、こっから直線的に額にこうに来るように、こっから直線的にこう回していかな、うん、まあいいよ、何しろここほら直線で近いのが優先だから、これそして回ったので、こういう人結構いるんだけどさ、これあんま良くないからね、これギュッと力入れてバーッてやられちゃうの、彼の方が力強いんだから、だから力弱い人はなるべく近くに置いとくの、そうするとこうほら近いの近くやさ、近くや遠くに吸ってるとこれ上がらないんだよね。でも体に近くて自分の体幹に近ければ近いほどこう回れるの、自由にこうね、近いの、そういうふうにやるのが一つ。それから何だっけ、これ下こぐってこういう、これの稽古じゃないからね、隙間見つけてんの、こうやって入ってきたら隙間があったの、見えたの、これ隙間、あ、行けるなって、自分が行ける場所が見つかったの、見つかったから出てきたの、こう見つからなかったら出てこないの、見つからなかったら、これ国の練習じゃないから、だってこれ隙間見えたの、だからこう行ったの、こういうのほら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 、そう発したのね、
だそこのところ間違えて塩投げの練習こそ隙間見えなかったらさ、なんかまあいいやな、見えなかったらさ、こっち行けないなと思ったら変わって近いところでこうやって痛くしたい、したかったらこうやって痛くできるんだよね。遠くじゃできないのこれ、痛くないのあんまり。でも痛いと少しは痛い、でも近い方が痛いのか、わすごい痛いよこれ、近いからね。で近くとか、あと隙間が見つかったから自分が出てきた、こっちへ自由に動けるから。これ自由に動けなかったらここ足止めてやれって言ったらくぐってやるしかないんだけど、足が動くんだから隙間が見えたんだよ、隙間にこう入ってきた、そしてポンってこうやって、そういう風にやってほしいのね。まあいろいろ言うことあるんだけど、まあそういう話だから、あんまり遠くでやらないこと、それから隙間を見つけるのが仕事だから、隙間、ここ隙間あったらこっち来てもいいのよ、こうやってでもたまたま小投げだからここに隙間がほら見えた、だからこういうふうに上がってきた、自分が動ける場所は、そして中心ね、ここ自由だから、そういう話。じゃあもう少し、僕はね、こう持たないでわざとやってんの、こうやって持ってやるのが普通の形ですよ、これね。あのわざとこう、わざと持たないっていうのはね、そのなんていうのかな、優先順位というか、何をこうやってやって、こっちの方が大事だよっていうことを言いたいのだけなの。ちょっとこうね、これこっちの方が大事、そして隙間があったからこう出てきた、そして回った、そういう形にしギューって持ってやるのは形、あのこれ共犯の形、共犯の形、これいいよ、こうやってやらないのが練習なの。だから抜いてた方がいいの、抜いてた方が楽っていうのが、共犯が本当は一番いいの。でも全てに適用できるから、でも僕はその意識の使い方やってるから、こういうとこ気にしないで、こうやってやっとは見えないからね、こうやってこうやって見えるよね、こうやって見えるよね。でこれまっすぐ上げる、まっすぐ、そしてボカってそういうふうにやってるだけの話だからね、あの上半に逆らってるわけじゃないですよ。で今こういうふうにやって、ここ見えたのね、こう見えたからこっち歩いていったんだけど、見えなかったらどうする、見えなかったらあやめたって、ここでやめてもいいの、これ近づけなくちゃいけない、近づけなきゃいけない。そしてこれでも同じだよね、これ同じ、これ中に入るんじゃないでしょう、こうやって四方投げの形、そしたらぐっとこういう振り返ってみます。こうになるから、これ見、こう見、ちょっと行く場所がない、これ手邪魔だとかね、こうすごい邪魔、そしたらこうやってこうやって振り返る、ただ振り返る、やめたって、こう行って、こう行くのやめたの、こう行くのやめて、ここに入っちゃったの、こういう話、ただそれだけの違い、いや、塩投げと同じ意識なんだけど、こっち行かないで、やめたよって、こっちは、そして上から下、こういう、じゃあそれやってみようか、あんまり、要はこういうところ気にしない練習だからね、気にしないで自由だよって。こっちも振り向こうが、あっち振り向こうが関係ないと。で、たまたま、こうやってやって、ああ、行くの嫌だな。こっち行ってもいいわ。こっち行って。そしたら、いきり投げにもなったって。そういう話でしょ。だから、体の使い方だから、今回は、こう、来て、このまま、こっち、ビヨンと。じゃあ、やってみよう。どうしよう。これね。これ隙間見つけてんの、さっきはここに隙間見つけてこうに来たでしょ、で今度はここにこうやってやったら隙間はここにあったの、ここにほらだからここぶつけてないのよ、こうやって競争してこうやってここと競争してないの、ぬるりんこって入ってんの、ぬるりんって入っちゃったの、こうやってだから全然力なんかないの、力入れてないの、ここと競争したらすごい力大変だよ、こうやって
ここ隙間見つけてる練習だこ。まあほらほら隙間だから隙間隙間探しなの。隙間探しの旅なの。そういう話だからね。隙間探してもっとでぶつかんないようにうまく隙間。これ合気道って隙間なのかな。隙間隙間ほら隙間ほら探してたの。そして尖ってるほらほら隙間でしょ。全然ほらぶつけてないのよ。だからぶつけてやったら喧嘩になっちゃうんだからさ。隙間探しの旅なのよ。まあそういう話言っちゃいますけど、隙間探しの旅だとつまんないけどさ。こうどこやっても隙間なので、タコと岩と競争してるみたいに見えちゃうのね。この人岩で僕はタコ、タコ岩に対してさこうやって力でやったってさダメなので、ヌルリンコンってこうやってヌルリンコンとかってヌルリンコンって岩に競争したって絡むわけねえんだから。だからもうおじいちゃんだしさ、だから力抜く前のそしてこうやってバタ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  この腕と競争したら負けちゃうんだから、これパーン。だから、どうぞ、あれ、そう、隙間見えたの、これ。だから、こうやって、ほら、パッと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 。それだけなんだからさ、まあ、そういう話。岩と競争してんじゃないから、タコが。タコは、タコツボを探してるの。タコツボ、タコツボ、あ、ここにタコツボあったって。で、ヌルリンコって入るのどうすんの？ぶつけて入って入れないのね。だから、抜けて入んなきゃダメなの、こうやって。こうやって。抜けて。こうやって。こうやってこうやってこう抜けて、あ、ごめんね、抜けてんの、こうやってこうやってこう抜けてんの、こうやって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 こうガチ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 こうやってやったら、もうぶつけてこう、これ行く行くわけないんだから。おお、彼の力ってのは、なんていうの、岩なんだから、岩、おい、岩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 、やばいからね、岩とぶつかんないようにしてんので、隙間見つけてんの、そういう話。じゃあ今度はこっち隙間見つけんの、こうやってこうやってこうやってね、来た来た来た来て、あんまり力抜く練習だから、力っていうのは力抜けないと、あの、なんていうのかな、相手力抜けないと見えないの。力抜いて初めて見えるっていうのがあるわけだ。力抜いて、あ、自分がほら、なんていうの、まあ、いろいろ説明してんだけどさ、自分がウサギじゃねえや、なんだよ、ネズミになったつもりになるとさ、自分弱いじゃん。で、ライオンがいるわけ、前にね。そう、命守るためにはライオンとリングで競争できないんだから、だからちょこちょこすばしっこく逃げ回るとかさ、隙間見つけて逃げるとか、そういう形考えるわけ。で、ぶつかってライオンと力で突破はできないの。だからちょっとほら隙間見つけて、隙間こういうふうにやったの、こういうふうにほらこう痛いの、ほら力全然使わないようにやってるの、なるべくそういう話だからね。じゃあいいや、こう来たらこっち来んの、こうそうすると来るから、じゃあこうこうこうね、今度入り見投げの形、今度は後ろに通り抜けて、ここに、ここから、そしてこう上から、でした。こう来たら、こう、ね、こう、下げて、こう。要は、彼の本体、原君の本体に、こうやってぶつかっていかないで、いなくなって、ね、避けて、彼が来るのを避けるの。避けたらこうやって、向こう行っちゃったら、向こう行った代わりに僕はここもらったんですよ。そしてこう入ってきた。なるべく力抜く練習だから、抜いて自由に動いて、隙間見つけて隙間下げて上げて、そういう感じね、そういう感じで。じゃあみんなやってみよう。あ、いいんだけどね、あのみんな優しいからね、こうやってずれてボカってやりたいのを、こうやってずれて、なんていうのかな、本当はこういうふうに行きたいんだけどさ、やらないでわざわざこうやってるずらして、自分関係ないから、本当はこう切った
来てんの。でも本当やっちゃったらボカってなっちゃうから、本当やってんだけど、やってこうやってこうやって入ってきたらすぐ落として、それでボカって、ね、来るんだけど、それやらないでみんなこうやってやって、こういうふうにほら優しくやってんだよね。でも本当はボカって来るんだよ。でボカってやっちゃっていいから、いいからってのはね、あのみんななんか人に遠慮してるっていうのは自分勝手にやるべきだと思うのね。人に遠慮して、人に遠慮して、こ彼女に遠慮して、こうやってやってんの、こうやってそれより 近づけなきゃいけない。こうここで彼女を重心愛したらボカってできるっていう、そういう状態でやらないの。いやいやいや、本当はやっちゃってもだ、本当はやらないんだけどさ、だからといってこういう風に回してきて、自分が何て言うの、何て言うの、甘くっていうの、自分他人に甘いってことは自分に甘いってことだから、他人にも厳しいんだけどね、ほら何て言うのかな、自分にも厳しくて他人にも厳しいのが一番いいと思うんだけど、他人に甘くしようとするとこういう風になって、自分が何て言うのかね、優先順位を忘れて彼女にはお付き合いしちゃってから、で甘くこういうふうに崩していくっていう、こういう形になってるのが見えるんだよね、みんなね。みんなもっとやっていいと思うんだけどやらないからね。そうするとなんていうのかな、もっと やって終わらないのよ。そこまであとはいいの、あとはそうすれば余裕出てくるんだから。それがさ、こういうふうにやってこうやって甘くしてたら全然余裕出てない、自分が余裕出てないで無理なの決まってんだから、それだったらこう入ってさ、それから崩れてから余裕持ってこうやってやった方がいいんじゃないかなと思うんだよな。なんかみんなこうやって甘いっていうかな、気に入らないんだよね。なんか人に甘いじゃないな、なんかもっと厳しくていいと思うんだけどね。まあまあいいや、じゃあ正面に正面にで、ここにこれ攻撃の形、こう当たっちゃうの、ここにいたら、でこれ次来るの、次蹴り来るの、じゃこれ正面打ちはこれ攻撃の形で、待ってたら来るの、だから線外すのね、線外すの、こういう外すの、打ってきた時にどっちか、こっちかこっちに外すの、これほらね、これ来ないよ、見えねえ、ねえ、してこっちへ、こっちへ、どうしたどうした、ね、こうやって打ってくるか、ほら線外れて、あれなんかおかしいな、こっちでこっちで、ほらね、線外したのね、これこっち外に出たので、今度内に入るのこっちへ、ほらこっち内に入るのはこうこうと線外れて、ほらここにいたんだよ、モーターね、でここ当たっちゃうから嫌だから、痛いからこうやってなる、彼女は崩れてる、自分はまっすぐ、そしてそれから何かやったのね、それから、だから そういうことを前提だ、攻撃の形だから、攻撃したよ、で線外れたよ、そしたら何でもバン、何でもいい、それでやりましょうね、こう来た、外れた、下入った、足自由、塩投げだしね、こう来た、こう来た、こっち隙間見えた、こうに変わった、上から下、これでもいい、何でもいいから、何でもいいから、じゃあ正面打ちでね、正面打ちでこう、あ内側に来ました、内側こうね、こうして塩投げね、こう塩投げね、こう内側ね、こうこうこう来たらこうね、こう右になるね、こうこう来たら、ただこう一挙ね、こう一挙今日やってねえな、一曲やんなかったね、まあいいや、じゃ あの正面打ちでちょっといろいろ自分でできることやってください。正面打ちであの一曲のやつやりましょう、ね、こうね、こうね、こう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 重心の、僕の思ってるのは彼女の重心もらうことだから、手をもらうことじゃないのね、手を攻め合ってこうやってもらうことじゃなくて、この重心もらうことなの、こうやってこうやってこうやって、だから手はつながってるけどあんまり関係ないので、重心もらってるの、こうやってこうやってこうやって、そういう意識でやってほしいのね、
でここにいたらやめちゃうからこうやって外してきてそれでこう落としてたね、こっちから入るんだったらこっちが9割ぐらい9割かな分かんないけど何しろさここでこうやって競争してんじゃないの競争するとこれ来ちゃうのほらそれよりここ来てるからもうほら反撃しようがないんだよねこう来ちゃった首ほらちょっともう反撃しようがないようにやってほしいのだからなんていうの競い合いじゃないから絶対的に勝ってないといけないここね絶対的に勝ってないでここにいたらやられちゃうんだからでこれあるんだからこれこういうふうにほらこうで重心もらってんのこういうふうにこうそしてね例えばこのままこうやってきたら彼女は緩んでるからこうやって起きられちゃうだから緩まないようにこうやっていっぱいまでこっちへこういうふうにほらいっぱいまでそうすると起きれないのほらそれでこうやってギュッて下落としたって出てってなっちゃってどういうふうにやりたいわけそれ優しくやると彼女は受け身取ってくれるんだけどなんていうのかな受け身取ってるだけあのサービス受け本当は厳しくやりたい厳しく厳しいのこうねほらこう厳しいのこうそしてこのまま行ったら起きられちゃうのだからこういうに入ってこういうに入ってるからほら起きれないのどういうふうにやりたいのそういうことを考えてってからそれで厳しくやってほしいもうちょっとねもうちょっと裏は首もらったこういうとこもらったねこう首もらったこういうとこもらったで整体してるの彼女これ半径がこう来るの予測してるからこうやってやってるのこうやって押さえてで来てもいいよ来ても来たらこっちもあっちがそういう話なのねでこうやったら1個開いちゃうからこうやって伸ばしてこのように鈍角にしてんのこうやって待ってそしてギュッてやるから起きれないのそういう話ねじゃあ行ってやってみようじゃあどうぞやってくださいまあこうねこうでここに行ってやられちゃうから待ってやられちゃうからだからこうに来たのねこうだからこっちやられちゃうからあごめん来たのねそういう感じそしてどうしようかなこう今こっちからこうに上がってたんだけどこの手がこういや行かねえやって言ったらやめてこうほらこういうふうにこう例えばああ行かねえこれすごい岩みたいな人でさ行かねえ本当は行くんだよ行かないとこっち変わってもできるんだよねやめ自分の意思次第っていうかこうやってこう落としてきたらこれ行かねえやってこっちからこうね自分の意思次第ってから自分の好きなようにやってんのそしたらやめたってこうやってできるのねこれから何で言うんだよこうやってきたらこっちにこうやって今度は足自由だからここにとらわれてるとこれしかできないのこれしかでも何でもできるやってこえば変わればいいんだから何でもできると思ってないと無限の可能性ってかな無限の可能性って言ってじゃあ稽古しましょう背中が悪かったかもしれないけどギュッてこうギュッてなんなくてもね来た時にこうやってできるのよだからそこのとこ間違えないでねこう必ずこうやって「あいかねえや」ってやったけどさ やらなくたっていいんだからこうやってやらなくたって全然こうなの全然当たってないんだよね、はい、その彼の行き場さえ作ってやれれば彼の行き場って人生もそうかもしれないけど相手の行き場がないから彼は行けないの、まあ、行きたくても行けない彼受け身うまいから隙間見つけて彼受け身取ってくれるけど普通の人は取れないんだから僕がここにいたんじゃできないんだから僕がいなくなったことがここはいなくなって隙間ができたから彼は受け身取るからで隙間作って見つけるのも自分の仕事だけど
彼の行き場を作るのも自分の仕事なの。だからそこ半分半分ぐらい必要だから、そこのところよく考えて、相手の隙間作らないでやってたらダメだからね。相手の隙間、相手の隙間って相手の行き場を作ってあげるっていうのは仕事の一つ。それすごい重要なファクターだから、みんなもそこ考えて、それじゃないと厳しいでしょって、行き場ないんだ、あなた受け身取れないんだからって、そうじゃないからね。彼が素直に受け身取れる行き場を作ってあげるっていうのは仕事の一つ。そういうのも分かってて稽古してるってことね。でもう少しやりましょう。みんなこうやってさ、こうやって手出しすぎて、こうやって押してんの。これ自分の手じゃないからね、これ自分の手じゃなくなっちゃってるから、これわーじゃなくて自分の手なんだから、これ自分の中に入れとくの。これなるべくこの体幹に近いところに、こういうふうにこう体幹に近いの。これこう出しちゃったらこうやってダメだよな、これおしっこになっちゃう、おしっこじゃない、おしっこ、スクラマンジュになっちゃうの。スクラマンジュでパッとパッと、相手を弾いて向こうやってんじゃないんだから、自分の中に入れてくるんですか。自分の中に入れてくる。こういうとこ、こういうとこ、こういうとこ、こうこう、こう、こう。自分の中に入れる練習だから。彼は自分の中に入れたいの。こういう、こういう、こういう。こう、自分の中に入れたいの。こう、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 こう。自分の中に、こういう話だからね。まあやり方いろいろあるからいいんだけど、こうやってでもこういう人があまりにも多い、こういう人があまりにも多い。じゃなくて自分の中心に彼が来てちょうだいっていう、来てちょうだい、それに行き場作ってあげた。で彼の行き場ないとこれで終わっちゃうんだよね。彼の行き場があっち作ってあげようと思うからだ、こういうふうに彼の行き場があって受け身ができるって形。だからこうやってやっていいんだけど、ね、こうやって出さないで自分の中、自分の中でこうで彼の場所を作って、まあ、そういうふうに、じゃあ少しもう少しやろう。